はい、こんにちは、カズボです。ドラゴンクエストモンスターズキャラバンハート続きやっていきたいと思います。ですね、今ね、まあね、この月のかけらとかね集めてるんですけど、転身しましてね、まあ、ここまでレベル上げました。まあ、だいぶ強いんじゃないかなと思うけど、そしてこれね、テパの町ですね。前ね、ここの上行ってなかったんで、上に何があるんだろうって話だったんですけど、あの上別にね、普通に繋がってるだけでしたね。だからちょっと遠回りしたんかな、自分が前に来た時。ってことはもう行く場所は一箇所なんで、大灯台行こうかなと思います。まあね、あのコメントをね、いろいろいただくんですけどね、反映されるまでね、ちょっと時間かかったりしますんで、あの3本ぐらい撮ってからね、ちょっと編集したりとかしてたりしますんでね。ちょっとした時間差とかもね、タイミングもありますんで、まあそういうことが多々あるんでね、まあそういう感じなんだなと思っていただければいいかと思います。決してね、無視してるわけではないんでね。で、裏作業中にレベル上げてる時に、こういうね、化け物神父とかね、心手に入ったので、またね、レベルが上がったら転身しようかなと思うんですけど。悪魔系とかね、まだ捕まえてないんでね。まあ、いずれまた捕まえていくんですけど、この上だね、前強かったんだよね。今行ったら結構楽なんじゃないかなと思いますけど。魔導スライムとかもまだ取ってないんだ。お、ベギラマになった。あ、そっか、道具いっぱいなんだね。リンゴいいか。使っちゃえばいいもんね、今の大きなリンゴも。取り忘れてるとことかあったらね、まあ多分次の後のパートとかで、まあ今回ね、紹介したみたいに、お、これはいいでしょ。いいえ。お、なんと神へのお布施を断るとは情けない。あなたたちのためはさぞや苦しいものになることでしょう。なんでお布施しないとね、悪口言って帰るってね、最悪ですね。しかも高いし。お、マグマスライムだって。これ初だね。もうさすがにもう100くらいしても倒せなくなってる。200超えしてますね、HP ね。かなり強かったんで。このキャラバンとかって、あー、でもどうなんだろう。右とかもなんかありそうだけど。お、バーサーカー。これは大したことないね。あ、やっぱり売ってないんだ。1個しかないんだね。あの、月のかけらここありましたもんね。はい。釣り師とかね、
こういうとこいたら、釣りができるからね、まあいいですよ、的なね、話はよく聞くんですけどね。まあ今入れてないんですけど、まあ食料今のとこ大丈夫かなと。お、あ、わからない、わからない。俺は生きている時は何だったんだ。これ大サソリだよね。大サソリ、大ミミズ。いや、大キジチだったのかも。大キジチかもしれない。はい、大サソリ。よし。心あるとね、案外同じモンスターじゃなくてもね、まあそのモンスターはできる感じですよね。おお、いいね。お、やった、マグマスマイル、スライムの心。マグマスマイルだって。よし。あ、キャラバン戻ってもいいかもね。まあとりあえず今回行っちゃいますけど。前来た時ここら辺でね、ちょっと危なかったので。お、なんだ。オニオンマスター、グリズリー。初だね、これ。せっかくベギラマ覚えたから使ってみようか。これ、ベホイミあればいいんだけどね。スラロンってこんな少なかったっけ ?HP。あ、あるよね。あともう攻撃でいいんじゃない？ね、攻撃力の強さはね、グリズリーとかね。おお、やっぱり47とか食らうし。案外ね、極端に敵も強くなるし、こっちも強くなるんで、レベル上げとかね、転身は重要かなって思ってきてるんですよね。あそこだ。あれって、アイテムないけどいけんのかな？いけなかったらどっか戻って探すしかないですけどね。まあ、15ぐらいまで上がったら転身しようかなと思ってるんですけど。これはドラゴンクエスト2のあったね。場所だとは思うんですけど、行っちゃっていいのかな。変わった敵いるかな。あ、あ、こんなとこにいんだ、地獄の門番って。これすごい先の方に心取りましたよ、自分。なんかこれ、ね、先ほどの大サソリの下りみたいな感じで、まあ、自分ね、地獄の門番はシルエットしてるんで。呪われてたんだっけな、シルエットじゃなくて。どっちだったか忘れましたけど、まあすぐに分かるような感じか、ボタンを押せれば勝手に助ける感じなのかみたいな。呪われてたんかな。お、ドラゴンライダー。これドラゴンクエスト4にいたモンスター。1体だけだったらね、そんなでもないと思うんですけど、案外でも強いですよね。心落としたら嬉しいんですけど。まあ、いつやられるかわかんないので、こまめに回復はしますけどね。なるだけホイミでね、ちょっと回復するので、満タンって機能がないんでね、まあカットはしますけど。これ、もしや。ダメだよね。やっぱりどっか行くしかないのかな。もしかして最初のテパの町までいて、全部回って話聞いたら何かあるとか、今までのとこ行って話したら何かあるとか、そういう話かな。あと1個なんですよね。ヨラなんか使ってくんだ、これ。お、いいね。オニオンマスターの心を手に入れた。ちょっと回ってみようか。どっかになんかあるかもしれないからね。そういえばこの人いましたね、リーダーさん。困った時のリーダーさん。風の渦巻く空に、月の輝く空。風の渦巻く空ってなんだろう。響く魅惑の歌声。歌声は風と月に流される。
なんだそれ、風と月に流される、風の塔に手つき、え、どういうこと、風と月に流される、詩人でしょ、月のかけらでしょ、その2つがあって何かなんのかな、あの素晴らしいヒントは何だろう、ムーンブルク地方を隅々まで回ってみるしかないかな。そうだね、キャンプとりあえず砂漠持っていこうか、そっからでもいいからね。お、しまった、そうだ渡せばいいんだ、まあいいや。お、なんだアイアンタートルが出てきた、あー水、あーこれもあれか、水を避けた、これ水なんだろうね、これ、まあいいや、なんかいいんだろう。とりあえず砂漠の右側なんかあるんじゃないかなと思って、多分そこ行ってないなと思って、ここだよね、なんない、ああんじゃん、なんだあったわなんだあんじゃん、ここ来てなかった、なんだダイエットの提案をした、これからダイエットをすることにした、しばらくの間食料の減り方が少なくなったようだ、何それ、常にダイエットしてくれって話ですけども、灯台があそこにあるのか、これなんなん、来たはいいけど、え、ちょっと待って、あ、ここ、あ、なるほどね、なんで一気に戻ってくれんじゃん。じゃあキャラバン左に持ってきた方がよかったの。あ、でもいいか、ここ戻れんだったら。ってことは食料半分しかないから、ちょっと補給していった方がいいね。ここにどうせあるから。ここだね。今回ここ行こう。まあ何かしらまた入ると思いますけど。お、さまよろい。どこ、満月の塔よりこっちの方が難しいんかな。めんどくさいな、ここ、いやもうこういう時はね、どちら、やはりお腹が空いてきてしまった、減り方が元に戻った、あ、そうまあいいけど、いやダイエット続かないね。お、これってどうなってるの、わバブリー、うわ微妙、強いね、バブルスライムね。まあバブルスライムの形した別の敵だよね、これね。あ、どこに浮かされた、ティアリーあったっけ、うわ意味ないベギラマ、毒消しなんか持ってきてないし、よっしゃ、ねー、どうしようかな、ところでキアリーってあった、ないよね、あー、毒消し層は落としてくれると思うから、あれか、アイテム欄1個開いたと思えば、そうすると宝でしょこれ、あれ、あ、取れる、宝が取れて、死神の心、あー、そっか死神か、そういうモンスターいるもんね、左に宝あるな、まあちょっと上先見るのもいいかもね、
なるほど、これ左と右はこんな感じか。宝かな、全部回収しながら行った方がいいね。危なくなったらまた戻ればいいだけだし。で、この下の階段はどこにつながるの？これ宝までつながる、もしかして。いや、そうでもないな。あんま行き過ぎたわけわかんなくなるからね。でもここを上がってもしかして下がるみたいな感じではないか。お、ダークスライム。あ、これにいるんだ、ダークスライムって。ちょこちょこね、モンスターズで見かけてますからね。キャラバンハート一番最初なんかな、じゃあ。間違いなくあの階段だな。まあいいや、また戻ればいいかな。ここ当たりかな。当たりだったらここ以外のところ全部回ればいいって話だもんね。あ、よかった、来て。世界中進む。さて、おお、上にも宝あるね。やっぱり全部これ取らないといけないね。まあ階段が4つあるからね。下ってどうなってるの？ああ、下からでも行けるのか。そういう感じね。まあ、一番下の階段、ああ、階段じゃないや。宝取ってからの方がいいかもね。それだったらね。お、思い出の鈴。まあ、これは1個あればいいか。宝があるね。ああ、階段もある。これ右のとこに続くんじゃないか。ああ、いっぱいあるのか。キベラの翼がある。まあ、開けとかないとね、何拾ったか分かんなくなるもんね。ここを戻ったら転身しようか。上の方行ったらまた階段がどこにあるかとか分かるだろうから。お、狩猟の騎士、草足したい。これは、狩猟の騎士はこ、ああ、効率高いね。ああ、毒とか持ってんのかな？草足したいは。一応転身できるレベルにはなりましたけどね。まだちょっと早いかな。あ、ホイミ覚えた。これが、冷たい息、ラリホ。ラリホ、まあ、全部効くとは限らないからね。アシストとしてはいいかもしれないけど、持てるものに限りがあるので、やはり考えながら行かなくちゃいけないですね、そこら辺はね。あ、ここだ、宝の場所。だと思うけど、ね。今は全部いっぱい持ってるのかな？24個だもんね。これ以上、小さなメダルが邪魔だね。一回預けていくかな。と、多くの心。あ、心はそうだね。アイテム欄に関係ないから。まあ、これでも行けなくはないので、もうちょっとだけ回ってみようか。もう行く場所、まあ、宝箱回収して行く場所定まってからでも全然問題ないので。うわ、
とりあえずこれで下半分、回ったことになるので、いっぱい覚えたな。力を貯める。三河刺客。あんまいらないけどね。舐め回しとかで効くんかな。眠り攻撃が攻撃同時に眠りできるでしょ。力を貯める。だから甘、おっと、危ね。これはダメ。甘い息はいらない。回復尽きてきたな。拾えるもんはとりあえず拾っといた方がいいからね。上がる階段。左は？左も上がる階段か。2つあるね、これでね。また2択だ。右の上がる階段は？どこに続いてるの？あれか。あれか。そうだね、あれだよね。外れ階段。これもしかして当たりじゃない？ボスとかいるのかな？いなかったらこのまま攻略していいんだけど。なんだ？2つあるし。なるほど。左下に行くんだ。で、この左上を？穴もないのか。さて、食料も、尽きてきたからね。これもしかして宝だけとかそういう系かな。それだったらそれで一回戻るけどね。随分下っていってるけどいいんかな、これ。これかな、もしかして。命の木の実。違うな。一回出っか。さて、1階のこの4つの階段なんですけど、行ってない場所多分ありますよね。ここ来たんだよね、確かね。これ全部つながってる？もしかして。この下ってどこにつながる？でも階段あるな。なるほどね。ってことは、ここ、ここ来てないな。真ん中の通路に。ここなんじゃないかな。逆に、当たりは。宝大体取ったもんね。これっぽいな。うわぁ。これっぽいけど、どうなんだろう。腐った死体がいる。火つかない。つかないと、船危ない。火つける。船危なくない。火、消えた。つけないと、船危ない。スミス、私よ？わかる？マチャーだよ。わかるよね。いや、前のパートかな？スミスがどうとかって言ったとき、腐った死体じゃないだろうなって言ったけど、本当に腐った死体だったとはね。で、なんです、じゃあ腐った死体だって思ったのかっていうと、ドラゴンクエスト5のね、腐った死体仲間入れたとき、名前スミスなんで、あと、マットスミスとかいうね、腐った死体の黒っぽい時もいますよね。火つかない。つかないと船危ない。そこから推理したんですけど、本当にこれだと思わなかった。火つける。船危なくない。火消えた。つけないと船危ない。スミス、もういいのよ。あなたはもう灯台守じゃないの。私、魔物使いになったよ。そうね、魔物使いの話だと思うね。あなたのために似合うかな。魔物使いになればあなたとちゃんと話せるかなって。でもダメなのかな。私のことわからないのかな。これもしかしてこれ仲間入るのかな。ちょっと待って。
スミス、君たち何？まさかスミスを退治しに来たとか？だとしたら私がお相手するわよ。かかってらっしゃい。違うよ。僕たちはそんなんじゃないよ。それならいいけど、変なとこ見られちゃったわね。彼はスミス、私の恋人。今はこうだけど元は人間よ。病気で死んだ後、なぜかこんな姿で蘇ってね。最近こんなくだりばっかだね、やってるゲーム。魔物になってしまった彼のため、私は魔物使いになったけど、まだダメなのね。私の声は届いてないみたい。私どうすればいいんだろう。もっと魔物のこと知らないとダメかな。それならお姉ちゃん、僕たちと一緒に行く？僕たちのキャンプに魔物にとても詳しい人がいるよ。すぐには無理かもしれないけど、何かいい方法が見つかるかも。本当に？ありがとう。それに期待してみていいかな？いいよね、キファ兄ちゃん。なんかかわいそうなのも。この方気になるんだよ。ありがとう、君たち。これからお世話になるわね。ごめんね、スミス。必ず迎えに来るからね。なんかとっても悲しいけど、二人の相手すごいんだね。待って、仲間ね、整理しといたんだよね。まあ、商人も大事だけど、なだめるってなんだろう。仲間にするとかないの？ああ、3使うのか。これ大事だもんな、商人な。これでいいかな、とりあえず。また登ってくんのか、これ。だったら次回かな。はい、ということでね、キャラバンに戻ってきたので、かなりね、ちょっと時間経ってしまったので、この後の展開はね、次回やることにします。まだね、行ってない場所とかね、撮ってない場所あるかもしれないんでね、まあ、それは見つけ次第また収録していきますので、そうですね、まあ、何かしらあるんかな、まだ。結構回ったんですけどね、あと気になるの左側の階段かなぐらいなので、まあ、次って何もなければ、そのまま、先ほどのスミスがいる場所を行けばいいのかな。それかまた後になるか分かりませんけどね。モンスター、まあ、パーティーは3人といえど、まあ、3体といえど、4体ぐらい入るんじゃないかなと思いますけどね。ちょっとわかんないですけど、やっていきたいと思います。よろしければ、グッドボタン、チャンネル登録、ツイッターフォローなんかしていただけるとすごく嬉しいです。ご視聴いただきありがとうございます。次の動画でお会いしましょう。